ジオ。皆さんこんにちは、中川奈美です。お元気ですか？雨ですか？なんか今晴れてるけど雨が始まったのかな、梅雨か、どうなんでしょうね。あのね、今日はねゲストがいます。まあ断るごとに呼ばれているこの人といえば一体誰かな。そう、早口言葉のお兄さんことこの人。どうも皆さんこんばんは、青鬼プロダクションの寺本勲です。いや、ついに出ましたね。出ましたね。鬼滅の刃無限列車編の DVD& ブルーレイ、イエーイ、おめでとうございます。いや、見ました。見ました。見るよね。見ました。あと、もちろんね、特典ディスクが、サウンドトラックが。今日なんかすごい噛みますね。今日ね、朝から仕事行って疲れてんのよ。朝から仕事だったら出来上がってるでしょ、普通。朝から仕事して、家事をして、ああだこうだ、ああだこうだ、もう疲れ果ててるよ。なるほど。うん。でも明日歌だから歌の練習しないといけない、この後。まあラジオがウォーミングアップということで。あ、そうなんだね、なるほどね。どうでした映画。なんか初めてゆっくり見られた気がしますね。おおしません。うん、でも結局のところなんかチェックとかしちゃうんだけど、うん、ここってとか。でもやっぱり思ったのはね、やっぱ思ったより歌ってたね。歌ってますね。ね。冷静に見れば見るほどこう、あ、この曲知ってるみたいな。でしょ？うん。いや、テレビシリーズもっとだからね。まあ端から端までね、一人でやられてましたからね。もうびっくりした、あのサントラがね出たじゃないですか。自分の出現率にびっくりする。逆にこれは歌ってないはずとか思っちゃって。思ったんだけど歌ってんのね。歌ってたみたいな。じゃあ、ほら、私たちが見るときって曲のタイトルついてないじゃないですか。ああ、そうですね。そう、 M なんとかっていう番号で来るから、だからどれがどれだか分かんなくなっちゃうわけですよね。多分あの辺かなみたいなのはなんとなく想像しますけど、うんうん、でも振り返って、ああ、あの辺って多分何番だったのかにはならないですね。そうでしょ、うん、わけわかんなくなりますよね。まあそんなこともあったりして、でもやっぱ嬉しかったですね。あれだけ頑張った作品がね、こんなに皆さんに愛されて、こうやってもう手元にねっていうのはすごい嬉しかったですね。ブルーレイで家にあるとこう何回もこうそこをちょっと戻したりもできますからね。あ、でいつでも見たい時に見られるっていうのはなんかいいですよね。寺本さんのさ、あの受けた話がさ、本編のディスクを入れようとして特典ディスクを入れたって話が一番面白かった。自分の歌を聴く気はないのかと。違う違う。見ようと思ったらいきなりなんか何ですか、あの映画の声優さんのショーが始まって。すごいすごい構成で作ってんなと思ったらディスク間違えた、ね、ディスク間違えた。じゃあサントラがあるから、普通はこう一番左がね本編かなと思うと思うんですけど、うん、ディスク1ディスク2、うん、で得点なのかと思ったら違う。普通左でしょ一番は。何が普通かなんか分かんないじゃんよ。あ、そうですね。まあ、僕自身が普通じゃないですからね、そもそもね。あ、普通じゃないって分かってるだけうちらはまだマシだよね。もう諦めてますその辺は。なんかね、でもね結構ね、うん、2年くらい前まであがいてた自分は普通な方だと、普通に生きるんだみたいな、なんかちょっとあったんですけど、うん、もう絶対無理だと思った。は？普通に生きるんだってどんな感じですか？え？いやほら寺本さんは言うたって普通に生きてるっていうか、ほらちゃんと定期的にお仕事が終わりになって、人のサラリーマンみたいに言ってますけど。なんか声優業界のサラリーマンって噂じゃないですか。なんかそれはレギュラーが帯だからそんな感じになってるだけであって、うん、それもいつ終わるか分かんないじゃないですか。終わんないよ
あの番組。いやいや、重要なことしかやってないじゃん。みんながそう言えば言うほどもう心の中は穏やかじゃないですよ僕は。あ、みんながこういうこと言い始めたってことは終わんのかなみたいな。何それひねくれもんだね。いやいや違う違う、だから普通じゃないから。あ、そう普通じゃないから。こんなことこんなことばっか考えてますよ。うーん、はい、よくあるじゃないですか、そのレギュラーで遠くのスタジオ、うん、割と行く回数増えたからもうあっちの方引っ越そうかなって、引っ越した瞬間番組終わっちゃったみたいな。何それ。あるあるなんだってこれは本当に、そう。でも私都心しか住んだことないから分かんないの。なるほど。あんまり離れたらさ、だってさ、なんかあった時ね、うん、行けないですからね。なんか絶対しないんだけど、寝坊とかしちゃったらどうすんのとか、いらないこと考えちゃうんですよ。したことないのにね。もうなんか逆に今日朝中とかだったんだけど、もう朝中ってなった途端に2時間おきに目覚めるもん。無駄。なんか遠足前の小学生みたいな。ウキウキじゃないよ。ウキウキじゃないよ。朝起きなきゃっていうのに。起きられるって分かってんだけどね。仕事になるとね。うん。あれプライベートでは遅刻する方なんですか？プライベートでは？うん。いや、しないですよ。本当？はい。そういえば遅刻といえばこの前さ、はい、一緒に舞台を見に行った時に、一緒に舞台を見に行った時に遅れてきた人たちもいたよね。後輩だけど。いましたね。後輩だけどね、うん、遅れてきた人もいたね。でもちゃんとあの最初から見てはいたらしい。席まで届か到達できなかっただけで始まっちゃったから、うん、あれだ、今移動しないでください。扉の手前の隙間からちょっと見てるみたいな感じ。ただね、あのモニターだ。あー、モニターがあるんだ。そっか、うん、なんかね、そんなこともありますよね。ありますよ。わからんけど、でもね本当にね、あの最初のねシーン、最初のシーン、うん、木がさこう揺らめいてるところから始まるじゃないですか、うん、親方様の、うん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 、もうあの木の動きですら感動してね。ああ、あそこね、うん、僕も何番目にイサオって言われるのかな。ネタバレすんなよ。あ、言っちゃダメなのこれ。わかんないけど、うん、ううん、何のことかわかんないよ、見てない人。そうだよね、うん、私もあれかかるためにいっそって言われてんだと思ってたよ。美味しいなと思って。俺どんな鬼と戦ったんだろうと思って。もうこれ以上は言っちゃダメだよ。そうだね、まだ見てない人もいるかもしれないんだから。え、まだ見てない人がいる。あのところでさ、まだ映画館でもやってるよね。やってるんじゃないですか。もう超行きたい。結局 4DX 見てないですよね。そう、あんだけ騒いでね、うん、忙しかったよねあの後。ほんと忙しかったよね。あの後はあの後で大変でしたからね、うん、うん、ね、別の作品とかもね、ほんとにいろいろと歌わせていただいたりしてね。いや、あと私の PV とか楽曲にもね、あ、そうですね、うん、お力添えいただいたり、いろんなことがありましたね。なんか1年の終わりに振り返るみたいになってるけど違うの。違うのよ、無限列車編よ。無限列車編の話にしましょう、うん、はい、いやー、なんかあのいろんなところに制作陣のコメントとかが書いてあって、それも結構ねはあなんて感動しながら見たりとか、郷さんのあのいろんなところを工夫したっていう話とか結構感動。あ、ブックレットについてたやつですね、うん、うんうん、感動ですよね。あれは読み応えありましたね、全般、うんうんうん、でもね文字ちっちゃいよね。いや、もうちょっとあれなのかな、年齢的にこれは厳しいのかな、それともみんなちっちゃいなと思ってるかなみたいな。多分このブルーレイのサイズに入れようと思ったらもう、うん、あの量だとああするしかなかったんじゃないですかね。ああ、なるほどね、おしゃれ感優先みたいなね、うん、いやでもすごくね見応えもありますし聞き応えもあるから、ぜひねこれ買って損したって思う人っていないよ。いない。強気いない。まあ欲しくて買う人ばっかりでしょうしね、うん、うん、もらっても嬉しいですねこれはね。そうですよ、うん、だからぜひあの
私たちが必死で歌を歌っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか見ても感動するよ。なんか一緒にね、炭治郎と一緒にちょっと呼吸してたりする、うん、あ、ネタバレできないのがあれだねまあいいか、見てくださいということで、うん、見てください、うん、よろ。なんかもうこれ曲に行った方がいい雰囲気。1曲目どうぞ。そう、あの今日のね曲はね2曲予定してるんですけど、寺本さんと一緒に歌いたいなシリーズ、はあ、あのセルフカバーをしたいなと思ってるやつがあって、はあ、あの早く練習してくれっていう意味を込めて、はい、うん、んとね、1曲目はね、これはもうねデータ渡してあるよ、うん、あなたへと続く風っていう、そう、2人で歌ってる曲なんですけどね、一緒に歌ってくれてる田淵淳くんがめちゃくちゃ歌が上手な子で、タブレットさん、あ、そう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 、すごく上手なんだけどすごいド天然でもうテレビに出てるあの通りなの、普段からあなのでね、あの衣装だと思うじゃん、着てる服、うん、だいぶ私服だからね、あの彼は前にね、私のバースデーライブに来て、いきなりこうゲストで歌い始めてでね、一曲かと思ったら誰も何も言ってないのに、あ、アンコールありがとうございますって言って2曲目歌って帰ったっていうね、すごい伝説の人なんだけど、とにかく歌はうまい、マヒナスターズにいたしね、うんうん、とっても上手なの、うん、そして声がとってもいいので、当時私今よりは声あれだったかもしれないけど、だいぶ声がね強いじゃないですか、うん、一緒に歌って負けない身の回りの人がもう彼しかいなかったんですよ、っていうぐらい素晴らしいんですけど、ド天然なんですド天然にいろんなものが含まれてますねそう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 、そのね天才肌の田淵くんと一緒に歌った曲、作曲は中島康弘くんですね、ルミノスコープ時代の曲です。聴いてください、あなたへと続く風。見上げた空に光を連れて遊ぶのは明るい風、丘から見える果てない景色、あなただけ今は遠く、いつもこう
亀岡ガス販売は災害に強く環境に優しいクリーンエネルギー LP ガスをお届けしています。これからもずっと安全、確実、迅速にお届けしてまいります。最新ガス機器の販売、設置、修理はもちろん、住宅リフォーム、上下水道、水回りなど住まいに踏み込んだ部分もご相談ください。この町のエネルギー企業、亀岡ガス販売株式会社です。いいから早く覚えてくださいよ。ええ絵がハモってどうする？何を？この曲を。あ、この曲を覚えよう。早く練習して。はい、わかりました。うん。はい、あの、ま、その他にもね、いろいろ今やろうって言ってんだよね。うん。あの、オリジナル。私ね、そうだ、今日ね、したかった話があるんだけど、はい。なんか趣味の話をしようと思って。趣味？うん。でね、私ね、大体ね、趣味のことが仕事になっちゃったから、うん。趣味がね、無趣味みたいな感じなわけよ。僕も大して趣味ないですよ。いや、いや、ちょっと待って、はい、あの大きいのがあるから取っといて。大きいのがあるから。うんうん。私ね、だから最近はね、ちょっと時間ができたらね、作詞作曲しようと思って、うんうん、で、しただけだとつまんないから、うん、誰かと歌おうと思って、うん、いろんな人とコラボしてんのね。で、あの寺本さんにも適当に手伝ってもらって。適当に手伝ってもらって、うん。でも あのねちょっとね、作曲させると難しいと感じないで難しい曲を書いてくるからちょっと厄介私一人で歌うんだったらいいんだけど、うん、他の方とやるときはちょっと難しいなと思った。ああそうなんですか。うん。ああ。自分が歌って作ってないでしょ。そんなことないよ。嘘。本当。本当に、うん、本当に、うん、頭おかしいの？だってこう行きたいって体が動く方に組んでありますもん。だって行きたいと行けるかどうかはまた別だよね。ああなるほどね。ちょっと難しいよね、うん、でもあの手伝ってもらいながらやるとちょっと幅が広がって楽しいよね。自分じゃ出てこないものが出ますからね。そう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 、うん。私この前ね、ある曲の歌詞を書いてて、必死でみたいな、なんかどうしてもみたいな単語を一つちょっと出してくれって言って、そしたらなんと寺本さんが切にって言って、切に天才かみたいな。3文字縛りでしたからね。あ、そうだそうだ、よく出てきたね、切にって。一瞬素晴らしいね。やっぱ人と何か作るって楽しいですよね。楽しいし、なんか厚み出る感じはありますよね。うん、一人でやっててもね、なんか面白くないから、だからいろんな人と歌ってちょっとねやろうと思ってんだけど、ちょっと寺本さんはさっきのカバーとね、はい、あとね、あれやろうって言ってんだよね、ラップ。やろうとは言って、 やりたいっては聞いてますけど言ってないんだってなんかいろいろと意見が食い違うみたいですね違う違う、多すぎて、 やりたいことが多すぎて、タスクがたまりすぎて、こうどれがどの優先順位だったかなってなってます。うん、そうだね、うん、でもいっぱいあった方がいいじゃんいっぱいあった方が、うん、できるとこからね、一個一個やろう、うん、一個一個ね。今日ね、趣味をテーマに話をしようと思ったの、うん、寺本さんにはちょっと大きい趣味があるじゃん。大きい趣味、うん、人にも影響を与えて、人にも影響を与える大きな趣味、うん、なんと私と出会うきっかけになった元もその趣味だったという。趣味1個しかないじゃん。趣味、うん、ペットみたいな話ですか？あ、違う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 、あ、趣味ある。あ、趣味か。ペットはペット、ペットの YouTube 趣味、まあ趣味みたいなもんですよね。それじゃないよ。それじゃない、うん、
え、この前さ、あのビタリー・スンチェフくんのお誕生日にあげたじゃない、うん、あ、お茶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 、お茶そうよ、あ、お茶趣味か、お茶趣味だ、うん、なんかライフワークの一環になりすぎてこう趣味っていう認識があんまなくて、あ、そんな仕事みたいなこと言うなよ仕事ではやってない仕事ではやってない、だってお金払って習いに行ってるもんね、偉いよね、そういう意識が私にはないんだな、ダメだな、え、何年やってんですか？8年ぐらいじゃないですか。8年、うん、子供が生まれたらもう小学校入ってんのよ、すごいね、2年生ぐらいなんですよ、ね、うん、へえ、すごいですね、よく飽きないね、飽きないですよ、うん、いつ行っても知らないことがどん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 出てきますから、あの前撮影もね、撮影行った時にお着物をお召しになってましたけど、それをお茶の時にね毎回着てらっしゃると聞きました。撮影の時着物？うん、パンプーちゃん抱っこして、あー、あの時、うん、毎回着てます。はあ、毎回着物着るっていうのも、うん、お茶始めたきっかけの一つかもしれないですね。ちゃんと着れるようになる、うん、習ってって、うん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 、毎回着てたら、うんうんうん、へえ、でもさ、暑そうだから大変そうだなと思った。夏は暑いですね。あ、やはりね。冬は？冬はむしろあったかい。あ、うん、そうなんだ。ただ火の前なので、あ、着込みすぎるとやっぱ暑い。へー、なんか夏がね大変そうだなとは思ったんですよ。いや、あのね、寺本さんめちゃくちゃ汗かきなんですよ本当に自分で言ってるだけかなと思ったんだけど、水の呼吸だからやだよその水この前後輩と大阪まりこちゃんと一緒に3人でご飯を食べに行って、うん、あ、で、あの担々麺をね、みんなで担々麺食べてね、うん、そしたら俺はすごいよって言ってて何がみたいな。でも私はあのちょっと予想はついてたんですよ。そしたらもうあのまりこちゃんが、いや、そんな言うたってそんなって言ってて、うん、だんだんこう言う、本当ですねみたいなそんなに汗って出るんですねって言って、ね、なんか下に携帯かなんか置いてて、それが汗だくになってて顎の下に置いてた携帯が ねすごいですよね。水たまりができてましたからね。なんか代謝いいのはいいけど大変だなと思った。でも肌すべすべですよ、年の割にこの汗なくなったら俺このすべすべなくなるんだろうなってちょっと思いますもん。なくなるだろうね、うん、カサカサなるカサカサなるカサカサっていうかあれじゃない、なんかべちゃべちゃみたいな、ザラザラみたいな、え、汚れが出ていかないから。あ、そうなの？油で。あ、私油も少ないからちょっとよくわかんないんだよねその感覚。へえ、いろんなことあんだね、はい、最近ね、趣味じゃないけど、あの大阪まりこちゃんのおかげで、あのファッションと美容に口うるさい後輩ができたもんだから、うん、あのちょっとね興味ができてきて、私それをちょっと楽しんでますよね。なんか今までと変わりました？うん、なんとなく自分でもそうかなと思っていたんだけど、やはりそうだったかにたどり着いたって感じ。うん、だからあの似合わないものを無理して買って、いや、やっぱり似合わなかった、やめればよかったっていうのはやめになるな、これでと思った。いいですね。うん、ごめん、楽しかったよね、その衣装を買いに行ったんですよね。ああ。そうそうそう、あのマリコちゃんの写真の衣装をね買いに行って、で、あの、ああだこうだ、これは違う、あれは違うとか言ってね、楽しかったですね。みんなで似合う似合わないよね、うん、言い合うって討論しながら
そう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 、もう私100、200メートルぐらい離れたところに行って、いや、やっぱり寺本さんはさっきのお店のあれが良かったと思って、なんで早く言わないのって言われて。あん時は本当にちょっと店員さんがかわいそうだなと。なんで？え、もう3人でいるじゃない？うん。いや、マリコはこれだよ。いや、それいらないみたいな。言って、後ろから店員さんがこう何か進めようとしてんのに、いや、それじゃない。こっちが似合うって2人で言ってるじゃない？うん。なんか出る幕ないみたいな。でもしょうがないじゃん。2人ともがそう思ったってことはそうなんだよ。そうだけど。うん。でも店員さんの所在のなさがちょっとよ横目でね、かわいそうだったなと。だって適当なもの進めてきちゃダメだよ。今流行ってるのはこれ、いや流行りとかうちら関係ないんでみたいな。似合うか似合わないかが全てだから、自分をよく見せるかどうかっていうところに命かけて生きてるんでみたいな状態になってね。面白かったよね。でもあんな広いアウトレットを回りきらなかったことが心残りなんですよ。ああもっと回りたかったって言ったら、もう何 5、6 時間歩き続けたよね、うん、だから普通はそうじゃないですよってマリコに教えられた。いや相当な集中力ですね先輩たちって言って。そうかあれですね、んこう全部回りきると楽しかったで終わっちゃうから、うーん、回りきれないところを残しておくと、うん、また行きたいなっていうワクワクが残る。いい考え方ですねそれ。これ幼児心理学でもあるんですよ。どういうこと？8割の法則。8割の法則？8割で止めとくと、うん、2割未経験だから、うん、こう2割が200にも300にもなって心の中でワクワクとかドキドキになって永遠楽しかった思い出として子供は残るわけ。だからジェットコースター1回乗りました、うん、もう1回乗りたい、乗った、帰る時にもう1回最後にこれ乗って帰りたいっていうのを我慢させて、うん、また今度来た時乗ろうねって言って帰ると、うわ乗りたかったな、あれもう1回乗りたかったな、すっごい楽しかったんだよってみんなに言いまくってるうちに、もうジェットコースターはこの世の中で一番すごいんだっていうのに変わっていく。なんでそんなこと知ってんの？それもうスポーツジムで働いてたじゃないですか。ああバイトしてたんだってね。そうなんですよ。なんかさ、寺本さんがバイトしてたことがあるっていうのがまずびっくりなんですけど。バイトめっちゃしてますよ僕。あ、なんかデニーズとか言ってた。デニーズももう集合で働いてましたからね。でまあまあそれはいいんですよ。そんな時期あったんだね。スポーツジムで、そう、子供に体操とかも教えてたから。月1で子供を例えば遊園地に連れていくとか、ハイキング連れていくとか、キャンプ連れていくとかってあるわけで、その付き添いのポーチもやってたから、その時に子供をどうやって最後まで楽しませるかっていう。へえ、でもそんな屋外授業、うん、課外活動まであるってすごいジムですね。そうですか。でも子供見てるとこって大体そんなことないですか。そうなの？あ、でも多いからかもしれない。コロナになってからそういうの止めてんですかね。どうなんでしょうね。私ね、介護職のバイトしてたことがあるんですけど、うん、その時にやっぱり屋外活動がありまして、うんうん、例えばお花見とかあるんだけど、うん、ある時なんか法改正でなんかの行動するたんびに契約書を書き直すっていう作業が必要になっちゃって、それが手間みたいなんで全員は行かなくなったりしたんですよ。外で行くとやっぱこう一緒にいる時間が長くなるじゃないですか。なのでこう特別なコミュニケーションが取れるっていうのも、うんうん、友達同士もそうだし、ただ教えてる時のコーチと子供じゃなくて、うん、なんか外で楽しいことをしてるコーチと子供みたいなのもあるから、だから親代わりみたいなスタンスのコーチ、ね、分かる。お花見の時にね、うん、うるさい孫の一人みたいになってたもんね。そうそうそう、だから、うん、ね、
疑似ファミリーみたいな感じな部分もあるから、それね、すごく楽しかったし、そのことをまたね1年間ずっとおっしゃったりするのよ。ああ、するするするの。そうねえ、なんかそういうのを見てると、そうおやつをね、毎日食べるやつを別にして持って行ったりしてね、うん、その桜の下で食べたりとかするわけよ。たったそれだけなんだけど、本当に楽しかった楽しかったっておっしゃってくださって、で、あの行き帰りもね、桜が多いルートを通って車で、うん、うん、まあね、楽しみって大事ね。子供たちの場合は家帰ってお母さんとかに言うじゃないですか、うんうんうん、だからもう家帰ってきてもうずっとコーチの話してるんですみたいになると、その教える上でもあのコーチは信頼できるみたいになるから、その間接的に親との信頼感も増幅できるっていうのは、そういうイベントの強みだったんですね。なんかね、コロナになってそういえばお花見もできてないからね、まあワクチン接種も始まったし早く落ち着くといいね。受けますか？いつ受けれるの？いつ受けれる？もう夏ぐらいは、もう解放はされてんじゃないですか。だから自衛隊とか申し込めば、うん、ちゃんと予約取れれば受けられますよ。ところで私ね、ちょっと特異体質なんですよって話しました？いや知らないです。あの免疫、うん、がきちんと完成しないっていうんですか、抗体が完成しない、うんうん、とこがあって、三日柱化を3回、水疱瘡を2回やってるんですよ。それ1回はね、繋がってたの、それが。あの、三日柱化ですねって言われて、うん、落ち着いてきたらまたブツブツになってきて、えって言ったら、水疱瘡になってたの。でもそれが2回目とかなわけじゃん。だからなると思ってないからさ、うん、びっくりですよ。だから、これひょっとしてさ、おたふく風邪って大人になったら重症化するとか言うけど、今かかったとしたってまた大人になってかかるんじゃないのと思って、それってどうなんだろうね。コロナは何回かっていう話ですね。でもあれ、なんかコロナのワクチンってそういうんじゃないんだよね、体に入れてとかじゃないんだよね。じゃない、今のはそうだと思いますよ。ってことはやっぱ早く受けた方がいいのかな。いやでもそれも何があるか分かんないから受けたくないっていう人もいるから、それはもうだから個人の責任っていう感じ。あの困るのがさ、ちょっと体調崩しただけでもできない、あのあれがあるじゃない、スケジュールがあるじゃないですか、うんうん、歌とかは多分無理なんですよ。喋、うん、るのはできても歌は多分無理だから、その合間を見てっていうのがね、うちら大変ね。まあうん、だからといって本当に 100% 大丈夫かっていうのも未知数ですからね。うん、まあそんな時は寺本さんの立ててくれたお茶でも飲んでちょっと運気でも上げとくかみたいな運気な運気上がりそうじゃん。免疫じゃない、カテキンで免疫とかじゃないんですね。あー、それもあったかだってなんかすごい運がいいからね、うん、なんか聞いてるとね、はぁってなるけど、まあなんかね、いいよね。え？どんなまとめか。ところで、そのさ、私と寺本さんが会ったきっかけは現場じゃないですか。はい。その現場のに呼んでくれた事務所に私が入ったと、はい、いうことですよね。うん、そうですね。その事務所に、その事務所の仕事に寺本さんが最初に呼ばれたのがお茶がきっかけでしょっていうのが言いたかったんですよ。なるほどなるほど、うん、確かにそうですね。あの話も面白かった、うん、そうなんですよ。お茶を立てる SE、うん、SE ってまあサウンドエフェクトですけど、あの要は一尺でお湯をチャポ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 って入れる音とか、うん、こう、まあ、こう障子開ける音とかはあったりするんだけど、うんうん、なんかがこうリアルじゃないというか、はあ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 、あと茶筅、お茶立ててる時のシャッ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 、はあはあはあ、あるけど なんかその音に聞こえないみたいなのがあって、
なんかリアルなお茶の台本になってるから、うん、なまあ何の CM かって言ったらそのワコールかなの下着の CM だったんですけど、うん、要は見えないところにいろんな配慮があるんですよみたいなのをお茶に例えて、こう例えば部屋に入るときは右足から入るとか、これはもうなんでかみたいな、いちいち全部ルールが決まってるのはなんかただのルールじゃ、ルールのように見えて実は奥深いんですよみたいな設定の台本で、うん、なのでその SE がリアルなのが欲しいってなって、うん、ないからちょっとスタジオに来て一服立てていただけませんかみたいな話で、あいいですよって言って、うちにある数少ない道具を詰め込んで、さすがにでも火持ち込めないじゃないですか、うん、お湯ねそこで沸かすわけにはいかないから、ポットだけ、お湯のポットだけ用意して、あとはもう水差しから何から何までちゃんと置いて、へえ、マイク前で一手前、うん、ウケる、喋んないんだ、喋んないって。それどんくらい時間かかったんですか。でも通り自体は一服で多分15分ぐらい。へえ、面白いね。でまあ、お茶茶筅をもうちょっと近くでやりましょうかとか、この辺がいいですかみたいなのは、うん、部分取りで修正は何回かしましたけど。へえ。あと大変だったのはお茶すする音。うん、あのお茶って最後すって吸わなきゃいけないんです、全部。へえ。あれなんでかっていうと、綺麗に残さないでちゃんと飲みましたよっていう意味もあるし、うん、飲み切りましたよっていう合図でもある。ふーん。うん、だから そこにも意味があるんですよっていうのを取りたいけど、結構その音が大事だったりするから、うん、僕がやるじゃないですか、うん、楽器が深いからズッてなるんですよ。男じゃんみたいな、どう聞いても男じゃんみたいな。あでもそれだとワコールさんのその CM の流れふさわしくない、うんうんうん、女性ナレーターがナレーションしてるし、うんうんうん、だったらこれやっぱ女性の勢いよく、それでも品があるけど勢いよく吸う音の方がいいですよねってなって、うん、もう残ってる夜だったんですけど、現場にのそのスタジオにいる女性スタッフ全員に声かけてお茶飲みに来て一番吸う音が綺麗な人を採用みたいな。面白い。 そんなことをしました。はでもそれからね、その後、あそう、その後、あよかったらボイスサンプルじゃあ何かうち使ってお手伝いできればみたいな。それ で そこで撮るようになって、あもちろんね、あのお金払ってですよそれは、うん、うん、だけどね仕事もらえるようになったかね。そうですね、まあ候補出してもらったり、うん、現場つながったりっていうのが。だって私と一緒の仕事の時も一言だけだったでしょ。そうですね、私より早い時間にさ来てる人がいると思わなかったもんだって、うん、そしたらなんかね、にこやかなお兄さんが椅子座ってんなって、おはようございます、誰か分からんけど、と思いながらこう、私ブースの中に入って、それで音の研究をするのが好きなもんだから、私ずっとブースの中にいたんですよね。うん、うん、うん。そう。本当は、編集をしている人の真後ろに立って、編集とか見たいんだけど、うん、初めて行く現場でそれどうだろうと思って、初めてじゃなかったか、さすがに2回目とか3回目でそれはどうだろうと思ったから、中にいながら一生懸命音の研究をしてたんですよ。そしたら中にいるのが好きなんだってって言われてやってっけど違うけどと思って、ね、ああの時か、そう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 、あ中川さんよかったら外出てきてもらってって言って、あでも大丈夫ですまだ鳥があったんじゃない、そう、あの鳥リテイクあるかもって言われたので、うん、そう外に出ててもいいですよって言われたけど、外に出るっていうのはスタジオから出るじゃん、うん、待合室の方に行くじゃん、うん、いやそんなん今編集してんの聞きたいと思って、うん、中にあそれで居座ってたんですね。そう、なるほど、オートマニアだから若干ね、まあ、そんな現場でねお目にかかりまして、私が宅録なんかやってるんですよという珍しい女なもんですから、バカにせず興味を持っていただいてえありがとうございます。ちょっと待って今の話の流れ俺そういう面白いことがなかったら誰でもバカにしてるみたいな人に聞こえますよ。あら
違いましたか。ひどい。そうじゃなかったですか。ひどいな。ディスリの寺本っていう子。いや、ディスリの寺本をディスる中川です、ね。おお、私もちょっと格が上がってきたんじゃないですか、これ。上がってんだか下がってんだかです。よくわかんないね。美味しいものを食べる幸せ、あなたにも感じてほしいから、ふわっとした食感と優しい味を愛媛は宇和島よりお届けします。亀井のふわ天、まるでお餅のような柔らかさだから、歯が使えなくても大丈夫。みんなを食で笑顔に、愛を込めて作っています。創業120年、亀井かまぼこ。はあ、なんか趣味の話だったのにまた話がそれて、話がそれて、話がそれて、話がそれてるね。聞いてて大丈夫ですか、楽しいんですかね、これ。あのさ、一生懸命聞いてほしい番組じゃないからこんな開き直ってていいんですね。うん、なんかね、うん、家の掃除がはかどると思うよ。ああ、なるほど、そうか。うん、垂れ流し系番組。そう、よく YouTube 系ラジオって言われる。ああ、なるほど。まあいいでしょ、はい、でもいろんなものがあっていいよね。なんか私ちょっと一生懸命になりすぎるたちだからさ、そのぐらい力抜けてる方が普段の自分が出て面白いんじゃないかなっていう正当化。あ、じゃあ僕来てちょうどいいぐらいです。え、どういうことそんなガーってならないじゃないですか。うん、なんか仕事以外は適当に生きてる人だなって思ってるだけどね、真面目なんですよ。なんかね、あのその習い事に行くでしょ、あとなんか歌もやりたかったからって2つのところでちゃんと習ってらして、あ、偉いなと思った。まああれなかったらちょっとやっぱ鬼滅ついていくの大変だったあっても大変なのに本当ね、いやでもね、よく文句も言わずにね、お付き合いいただいてね、本当に落ち込むこともあるけれども、私たちは元気です。何のこっちゃ。宅急便的な。そうそうそう。なんか他に趣味とかは持たないんですか。他に趣味。うん。ああ。まあ、最近趣味みたいな感じでなんか動画の撮影とかに付き合わされてるよね。あ、楽曲の。うん、そうですね。あれちょっと趣味かな。 あれも趣味でいいの。違うのあれはどっちかっていうと、うん、仕事に近いんじゃないの。あ、そっか。うん、どうしよう。じゃあ私も何か趣味を持とうと思う。あ、でもね、趣味っぽいことあんだよ。まずでしょ、まずでしょじゃない、まずでしょまず介護ができるでしょ、資格持ってるから、うん、あとね、人の体をほぐせます、セラピストの資格持ってるから、うん、でね、最近やろうと思ってやめたんだけど、だ、裁縫ができるんです。そうだ、そう、あのパンプーちゃんのね洋服作ったぐらい、うん、でね、自分のものも作ろうと思ったの、布買いに行って、うん、でも旗と我に返って、お前こんなことしてる暇があったら曲作れと思ってまあその布を妹の家に持って行ったよね。きっとそのうちね、姪っ子の服になると思う。あのさ、姪っ子たちがさ可愛くてさ、見た、あのインスタグラムとかに上げてた私の姪っ子の短冊。しのぶちゃん、そう、胡蝶しのぶになれますようにだって可愛い可愛いよね。別人になる、憧れてんじゃない、なんかね、シュッとしてる感じとかに、多分わかんないけど。で、あの今一番上の甥っ子がちょっと鬼滅にハマってるらしくて、うん、誰が好きなのって聞いたら、うずいさんって言ってたお、これからテレビで見てくれ、じゃあよかったらみたいな、そういう感じよね。派手だなって言ってあげた言わんかった、言わんかったわでもね、あの甥っ子二人にね、 LINE のねスタンプをねプレゼントしてあげた、鬼滅のやつ、かなへいちゃんコラボ。ちっちゃい子って買えないもんね。そうよね、うん、めっちゃ嬉しいんじゃない。そう、
喜んでいる姿を写真に撮ってまた送ってきた。可愛いよね。可愛いです子供は。うずいさんの次誰が好きなのって言ったらイグロさんだって。意外となんかあの そうなんだっていうところに行くんだねっつって、ね、渋系路線だね。なのかな。うん、うん、あ私も趣味何にしようかな。そうだね、ピアノが実はちょっと弾けるからピアノをもっと上手になるっていうのはどうかな。もうほぼ仕事ですけどね。うん、まあ仕事につながる趣味。うん、あとこの前ね急に空き時間ができたもんだからヨガをねやったの。そしたらすごい体調良くなって、あヨガもいいなと思った。んティラピスピラティスデザートみたいになっちゃった。ティラミスすごい俺本気で間違えた今本当に。なんかさ、うん、本当さやっぱ報道にいらっしゃるからかちゃんとしてるのにいつもは、うん、そういうどうでもいいこと間違うんだね。どうでもいいと言っちゃいけないだってちょっとドヤ顔じゃなかったティラピス。うんめっちゃドヤってたよ、うん、お疲れ様です。食べたかったのかな。食べたかったのかもしれないよ。じゃあおやつ食べようね。おやつね、うん、後で。はい、そうですね、これ付き合わせたからね。いやまた今日も何の意味もない番組だったな。番組にしていいのかっていうぐらいなんかもう僕は不安です。でもほらことあるごとに、うん、寺本さんは鬼滅でわーっていうためにだけ来てんの。そうですか。うん、はい、あと一人で全部喋る私の負担を軽くしに来てる。あ、うん、その役に立ててる。うん、なら大丈夫か。うん、また早口言葉とか送ってもらったら、あ私が最近ねあのサボり続けてたんだけどちゃんとねアーカイブをアップしてるので、ということはですよ、アーカイブをアップしたということはあの多分きっと皆さんお便りくれると思うので info@nakagawanami.com もしくはシャープカタカナ N ラジオでなんかねつぶやいてくれたりすると思うから、うん、また早口言葉もらったらよろしくお願いします。あいつでも。私ちょっとあれなんでね、ベロ長い族だから。なんだっけあれ、ん、アルツハイマー病の薬、アデュカヌマブ。アデュカヌマブ生放送でね、アデュカヌマブ、アデュカヌマブ。私相当なんかやるぞって言わないとできない。アデュカヌマブみたいになっちゃう。アデュカヌマブみたいになっちゃう。2ステップ2ステップみたいな、まあ、2回言わなきゃいけなかったんですけどその時は。やだ、最後はちょっとなんか忍び足みたいな、うん、アデュカヌマブみたいな。アデュカヌマブ10回言ってよ今。うん、アデュカヌマブ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 。10回目怪しいでしょ今の。あと1回目頑張りすぎて机に手ぶつけた。あれであの音で気になってね、10回いけんのかってなって、ちょっともう10回やっていい。悔しがるね。私絶対できないもん。嘘、やって。え、本当に？行、うん、くね、うん。アデュカヌマブ、アデュカヌマブ、もうダメだ。いやダメだと思うのが早い。本当？うん、ごまかすぜってこと？うん、うん、いける。言えてると思って。アデュカヌマブ、アデュカヌマブ。書いてないとダメなんだよ。だそっか、書いててもダメなの。楽しいですね。楽しいですね、はい、いつも仕事もこうだったらいいのにね。僕こんな感じですよ仕事。あっそう、はい、まあのこの N ラジオはですね、第2第4日曜日の夜5時と9時に放送してるからよかったら聞いて、あの聞けない時にはねアーカイブが多分もうアップされていくと思うから、よかったら聴いてくださいね。今日最後のお別れの曲は、これも寺本さんに一緒にカバーしようよっていう気持ちがある曲、アドバンスっていう曲があって、これも中島康弘くんが、曲を作っ
ってくれてて、歌詞私が書いて歌ってるルミノスコープの曲なんですけど、これちょっと男っぽいから一緒にやれたらいいなと思うんですけど、キーが分かんないけどね、うん、って思ってる曲があるので、あの覚えてくださいっていう気持ちを込めて、今日はアドバンスでお別れしたいと思います。というわけで、今日もお相手は中川奈美と寺本勲でした。じゃあねー、ありがとうございました。みんな健康で元気でね、バイ。この番組は亀井かまぼこと亀岡ガス販売の提供でお送りしました。センシックスポイントナイン。